今回はどうして囲碁で負けてしまうのかについて分かりやすく話していきたいと思いますこの対局は私の対局で2009年の当時ね旧医者の時の対局ですね今から13年前の棋風ですねで黒番が私で当時 KGS1 級で白番が KGS 初段の 方ですねまあ、相手の方が書く上の強い方ですねで、こっちにかかってきましたねまあ、この頃ねどうやら手抜きが好きだったみたいですねま不、あ、石を工夫して打ってるんですがまあ、手抜きは結構不石が複雑化するので結構難しい打ち方ではありますね でここまでねお互いいい手の連続で、まあ、このツケですよねやはり初段の方強いですねこのツケ知ってるっていうことはもう講談者クラスのね知識かなと思いますねこのツケは本当知らないと打てない手ですので、まあ、どうしてこの手がいいってかというと黒はあんまり反発できないんですよね、まあ、こうやって反なんか斜めの弱点空いてますので反発したいんですが反発するとここに。 出る手がちょうど桂馬の突き出しの急所に裂かれ形になってまして例えばこういうふうに打ってまあこういうふうになると例えばこういうふうになってしまうと黒がこれ全部取られてしまいますのでまあこれは黒潰れてしまうんですね。だからこういう手があるのであんまり反発できないんですねこの手に対しては。 まあなので下辺をしっかりおとなしく受けてこういう形となりましたね。ここでまあ片付きがねこ2009年の当時はね流行ってた手ですね。で白手抜いたので割り込んでいきましたね。ここぶつかる手もありますね。白が手抜くのは こちらに黒連打してどんどん上辺の白石弱くなりますからこれ手抜きづらいので割り込みぐらいならばそれから抑えるまあこういう打ち方もありますね。実戦割り込んでぶつかった時にちょっと伸び頑張りすぎでしたね。これあんまりよくない打ち方でしたね。断点があるのでちょっと黒厚みとは言えないんですよね。 しっか押さえるべきでしたね、まあ、抑えた方がピシッとした形ですからね、まあ、跳ねられるのが嫌,な嫌だったんですがうーんまあこれって抑える打ち方もありますしまあこの跳ねる手を見ながら押さえる打ち方もありますしまあ最強に打つならこっち切る手もありますよね。一応これで 例えば。こういう風うに打って上辺渡られてしまうんですが、もう俗に羽からぶつかって当たりを決めて。こう上渡らせていくっていう打ち方もありましたね。まあこの白に2目、ちょっと動き出しにくいですからね。ま、こんな打ち方もありましたね。 まあいずれにしてもちょっとこれあんまり形が良くなかったですねこうなってしまって先手取,れ取っても断点たくさんありすぎてあんまり黒いい形ではないんですねでここ白が隅打ってくれたので調子で駆け継ぎで守ることができましたねこれは黒働いた形ですね、まあ、黒の手抜きをとがめるために切ってくっても有力でしたね、まあ、これ黒が 受ければ伸びが受けぐらいになりますんでまあこういうふうに打ちましてまあ隅まだ味が残ってますしまあ真ん中の黒が弱いので逃げないといけないですがまあ逃げてる間にこういう右辺の右辺の黒模様っていうのは 簡単に消えますからねで模様が消えただけではなくてよく見るとこの右辺の黒石も弱くなってますから、まあ、こういう打ち方もあったかなと思いますね、まあ、隅打ってくれたんでねこれは働きになりましたねこれ生きる前の利かしで、まあ、生きたんですけど、まあ、こ,れこれすぐに決めたのはよくないですね ななかかこういう先手でで打打て手すすぐにちちがちですねこういういはまあウ材とかで残しといた方がいいので、まあ、すぐには打たない方がいいですね。まあ、ただねこの手がいい手でしたねここに打てるのは結構強いですね非常にいい手ですね。普通はこういうとこ切りの断点が2つあるので切りを守るのが普通なんですが、まあ、これぐらい打ってても手厚いんですが。 切りが大丈夫ってていうのが読めてるんですねどういうことかというと切ってきた時に黒危なそうに見えるんですがもうこれどんどん外から当てちゃいましてこれって白石切ってきた白石これ全部取れてるんですね。これはいい手でしたねで飛びまして。 まこれは黒が主導権取ってて好調ですね。うんまこれはちょっと頑張った手でしたね。まあ、結構真ん中今真ん中キューバーだと思うんですが、先々拡大した手ですね。まあ、ここら辺はやっぱ力がね力語ですねこれは。 まあただこういう形になりまして隅に白に1手かけさせたのでこれ黒の攻めが成功しましたね。ただねこれがやりすぎでしたねこれこれ死活が読めてないですね。これで白取りに行ってるんですけどこれで取れてると黒は思ってるわけですがこれ死活読めてないですね。よくなかったですね。どうしてかっていうとこれ白が無条件で生きてるんですよね。ここに打つ手が 無条件ででてますすねねぐ手がないです、ね、継ぐとこちらに切られてられて逆にここの黒石あと2手なので白はあと3手ですので黒が全部取られてしまいますね。ちょっとこれ取られてますね。うんだからこれは白無条件で生きてますね。これは持ち込みになってしまいました。 で白こちらに打った打ちましたね。これも白は死活読めてないですね。これ手抜きで生きてますね。つなぐ手は先ほど解説した通り成立してないですからね。まあ手は抜け手を抜ける場所でしたね。でこの切りは小さい手でしたね。もう白が完全に生きてる場所なので。 生きてる石から字を増やそうとする手は非常に小さい手なんですね。この局面大きい場所がまだたくさん残ってますからね。まあここでも黒がポイント取りましたね。で上辺のこう飛び、これ地味な手なんですけど。まあここはすぐに。収まりに行った方が良かったですね。 どうしてかっていうとこのハイが先手なのが大きくてこれで白の眼形が先手でなくなってしまうんですよね。飛びでは押さえる方が良か,かったですね、まあ、これで白ほぼ生き形で黒が取りにこの白を取りに行く時にこちらに置かないといけないんですよ。でここに置くっていうのはこれ。 取られた時に持ち込みになりますしこれすぐに打ってもここに挟み付けるような手があってなかなかこれ白を取りに行ける形ではないですのでまあ置きがちょっと無理なんですねなのでここがお互いの急所でしたね抑えることによってほぼ行き形なのとまた挟み付けが狙えるということですね まあここでも黒が少しポイントを取りましたね。うんでこれもいい手でしたね。で覗きがいい手ですね。のこの覗きで先手でこの種石取れてるんですよね。もう白が逃げる手が先手でなくなってますね。これ黒好調ですね。ここまで見,見ると。 うんまあ、相当黒の方は強いんじゃないかなと思うんですがやはりね一級なので、まあ、どうしてこんなにうまく打ってるのに一級なのかっていうのは後で理由が分かりますね。でこれでもう先手で取れてて、まあ、逃げてもこれで種石は取れてますね。まあ。 まあここで例えばこれ逃げてもこうやってこうやってこうやってこれ白助かるんですがここの白石っていうのはこれ先手で絞りましてこれで黒が先手で生きてるんですよね。こうやってこんな感じでもう右上は先手で生きてるので。 まあ逆に後手引いて白相当危ないですよね。右上の黒はここに一眼が確定しているのと切り取りが残ってますからね。あとここら辺ここら辺に一眼作る手が残っているので先手できてるんですね。あ切りは怖い手ではないんですね。でこの時に覗きが悪い手でしたね。これは聞き筋が分かってないですね。 次でこれ先手で得してる。と思ってるわけですが、次が来ることによってこの黒石4。c 取る手が発生してますので、悪い手でしたね。まあこういう手は打たない方がいいですね。まあ、ここでは。もう真ん中をこういう風に、まあ回っておきて。まま手を決めてまこんな感じで真ん中を素直に攻めてれば。 もう,黒大優勢もう30目以上黒が優勢の碁だったかなと思いますね。まあ白地が全然ないですしもう主導権黒がずっと主導権取ってますからねどんどん黒地も増えていってますからね素直に攻めてればよかったですね。これは地を損しましたね。捉らえてしまいました。 まあこれもあんまり良くない攻め方ですねこれも簡単に、まあ、白相当生きるか死ぬかっていう相当際の石だったんですけど簡単に生かしてしまいましたね下がった手はかっこいい手筋でしたね、うん、ここら辺は本当に救い者なのかっていうぐらいかっこいい手筋を打ってますねまス、あ、テて石にしてっていうことですね もう寄せに入ってますねもう攻めをね諦めましたね。さあこのハイがね良くなかったですねしっかりここ受けてれば左上確定時なのでこれは黒が勝ってましたね勝ってた勝ってたというか優勢でしたねここでやはりお相手の方が力を出してきましたねこれはね頑張りすぎで、ね。 これで隅が手にされてしまいましたね。まあこれは講談者の手なので、まあここに打てるだけでも相手の方がね相当強い方というのがわかるかなと思いますね。これは隅が手になってしまいましたね。まあ例えばこの手に対して押さえると捨てられて。 切られて、これは裂かれてしまいますよねまあちょっとこれで黒が困ってしまいましたとで、隅が手になって、これは一気に難しくなりましたねこれは勝負手ですね、ちょっと経済苦しいという判断ですね まあこれも死活の知識普段の勉強が重要なわけですがまあこれで下がって放り込んでも取ればスペース2つあるので生きてますね無条件で。まあつけても生きてますね。 まあ下がって当てたときにこっち切って当てれば生きてますね。まあだから怖い手ではないですね。ぶつかったのでちょっと難しくなりましたね。まあこれ白生きてますけど石という形になりそうですね。 で、これ下がったのがね、あんまり良くなかったですね。これ手抜きで生きてましたね。手抜きで咳でしたね。寄せとして大きい場所たくさんありますので、押さえも大きいですし。他には、まあ押さえる手とか大きいですからね。まあ、ここも大きいですしね。これ手抜いても、跳ねても押さえて、これは、 まあ黒からこれ以上取りにいけない形なので石という形で生きてますね手抜きで生きてたんですがまあ下がりめちゃめちゃちっちゃいところでしたねめちゃくちゃ大きいおセの手が残ってるんですけどやはりここら辺も死活の知識が非常にまあ死活の知識というか読みの力が非常に重要になってくるわけですね。 これは黒がなんか左上でだいぶ得しましただいぶ得しましたねまた黒が優勢になったかなと思いますねだからどこで形成が動いてるかっていうとこの四活の読み読みの部分でかなり形成動いてるんですよねで今こうが始まりましたね まあ黒優勢なんでここの子はそんなに争わないで次ぐらいでも黒勝ちだと思うんですがまあちょっと黒形戦難しいと見てるので頑張ってますね。でここで切ったのがねすごい手でしたね。まあ多分繋いでても黒が残ってたと思うんですが。 まあこの相手の方角上の方なのでコミが半目の碁なので6目半ではないんですよね。なんで残ってたと思うんですがもうやっちゃえということで黒何狙ってるかというとここの真ん中の白取りに行ったんですね。でこの手が敗着になりましたね。取りに行くならうん。 まどうなんですかねまあ、取りに行くならもうここ当てるしかなかったですねここの目を取りに行くしかなかったですねまあ、これでまあ、ここの白がどうなってるかっていう難しいしのぎ勝負だったかなと思いますねまあ、ここに打ってこう打ってまあ、ここのこう,こう絡みの死活にはなったかなと思いますねで白も結構当てられたら結構白も大変だったと思うんですが これが排着ですね、まあ、ここが急所でここに目が一眼できてしまったんですよね。でここの目が取れないんですよねどうやってもこれはもうやけくそですね。まあそもそもこれ部分的にここの目取れてないですしここに差し込まれてあの切る手とつながる手が見合いで部分的に。 ここの目がそもそも取れてないですし、まあ、仮にこれでここの目が取れたとしてもこれ白無条件で生きてるんですよね。ここの眼鏡が全然見えてないですね。ここに当てを打ってこれで一眼作れますんでこれスペース2つで無条件で生きてますね。んだから、まあ、黒が30目優勢だったはずなのに一手のミスでもうわけのわかんないことに。 なっってしまったんです、ね、うんだからこれが結構白危なかったはずなのにこちらに打ってうんこちらに打って無条件で生きてしまいましたね。しかもこれ1本だけ打って白手抜きでこれすごいですよね白手抜きで先手で白が生きてしまったんですね黒が真ん中連打したのに。 でも下辺黒はこう負けてさに白に切り取り打たれてボロボロになってしまったわけですから、まあ、ここら辺でもう30目ぐらいは黒が損をしてししてままいましたねだから30目優勢の後でも一手死活をミスるだけですぐに20目30目のリードっていうのはなくなってしまうんですね。なのでそれだけ死活の知識読みの力というのが大事です 大事だととといいうことがかかるかなと思います、ねまあ最近死活の手筋の動画をたくさん出してるのは、まあ、やはりそれだけ死活の知識読みの力が大事だということでたくさん動画出してるわけですね。でこちらに次いだんですけど先ほど解説した通りこちらに眼形ができますので白無条件で生きててまあこの後はもう。 少しもうしばらく打たれるんですけどこれひどいことになってしまいましたねここの黒もなぜか死んでしまいましたねなんかこう打ったんですけどこちらに打たれてはいここに打たれてここのなぜか下辺の黒までも無条件で死んでしまってここで黒が投了して白の治し勝ちとなりました まあ下辺も本来だったら無条件で生きてたはずなんですけどなぜが無条件で死んでしまったんですね。ここの死活は黒から当てる手がこれ利いてる先手で効いてる場所ですので、まあ、こちらに打てばスペース2つあって無条件で生きてたんですね。おきにもこれでここの白石立つからないですからね。でこれは本当に簡単な死活なんですけどもう冷静さを失ってますので。 もう捉えてしまったんですねなのでどうして囲碁が負けてしまうかなんですが、まあ、いくら20目30目優勢でもこういう死活の一手のミスで30目という優勢さはすぐにひっくり返ってしまうので、まあ、囲碁で負けてしまう一番の理由は読みの力ということが分かりやすく分かったかなと分かっていただけたかなと思います。 なので、死活の動画、もう本当に最近いっぱい出してるので、そちらの動画もね、ぜひ見ていただければなと思います。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。